毛皮をまとって偵察に向かうドローン。ルーブル美術館所蔵ドローンはギリシア神話の人物である。長母員を省略してドローンとも表記される。トロイア時にエウメーデースの子、あるいはエウメーロスの子。トロイア戦争で戦ったトロイアの戦士。イーリアス二日目の夜、ヘクトールが兵士たちにギリシア軍の偵察するものを求めたとき。 ドローンはアキレウスの戦車と馬を報酬にもらうという条件で買って出た。そこでドローンは毛皮をまとってギリシアの陣地に向かったが、その夜、ギリシア軍もディオメーデースとオデュッセウスをトロイア軍の偵察に向かわせた。ドローンは自分に気がついたディオメーデースとオデュッセウスが近くに身を潜めていることに気づかずに通り過ぎ、背後から襲われた。 ドローンはキリシア軍の方向に逃げて陣地に潜り込もうとしたが、捕らえられ、トロイアの援軍のあらゆる情報を明かした後で殺された。ディオメーデースとオデュッセウスは、ドローンの武具をいでアテーナーに捧げ、ドローンの情報に従って、トロイアの救援にやってきたばかりのトラーキアの武将、レイソスを撃った。なお、エウリーピデースの悲劇、レイソスでは、ドローンが喋ったのは、 ヘクトールの寝床の場所で、レーソスの情報をもたらしたのは、アテーナーとなっている。イーリアス10巻。アポロドーロス、適用4.4。イーリアス10巻。ありがとうございます。